愛する光の友の皆さん、私はプレアデスのラーカです。このメッセージの中で、私たちは存在の聖なる光の一部をなす一つの種族を皆さんにご紹介したいと思います。この種族の名前はカマエスクと言います。カマエスクの人々は私たちの銀河系天の川の遥か外側に位置する星カマエという星で平和と力を兼ね備えた生活を営んでいます。このカマエスクという種族はかつて彼らの元を訪れ、宇宙全体での光と目的の使命を共有するために他の存在との結びつきを求めた光の力によって知られ、そして深く愛されています。彼らはその勇敢さと全ての使命に対する実行能力を発揮することで銀河連合の一員として貢献し続けています。また彼らはジュニアメンバーとして連合内での学びと成長を続けることで他のメンバーにとっての模範ともなっています。銀河連合は銀河文明を統一するために自身の進歩とともにメンバーを増やし続けてきました。この組織はスキルとテクノロジーの導入により知識が増大するという観点から、全ての種族が連合への加入を検討する機会を持つべきだと考えています。それは知識の拡大とスキルの向上が連続的に進められることによって共通の理解と視点が形成され、その結果としてさらなる進歩が可能となるからです。カマエスクという種族の個々の成員は平均的な身長が約150センチメートルで、肌の色は深い茶色から黒色にかけての範囲です。その髪の色は黒で、長さは腰まで伸びています。体型やその他の特徴は大部分が人間に類似しているのですが、彼らの顔立ちには一つだけ大きな違いがあり、それが彼らの大きな明るい青色の目です。カマエスクの人々は日常生活の中で裸でいることを楽しんでいます。しかし私たちがこれまでに共有してきた多くの種族と同様に、彼らもまた会議や祝賀会のような特別な場面では華やかな衣装を身にまといます。銀河連合のジュニアメンバーは全員青色の制服と銀色のブーツを着用します。これは他のすべてのメンバーも同様です。この特定の色彩とデザインの組み合わせは多元宇宙全体で尊重され認識されています。カマエスクの人々はその生活を心から楽しんでいます。その中には二元性や肉体の死といった概念は存在しません。彼らはクリスタルのような心を持ち、光を循環させています。これは高次元の多くの存在たちと同じ特徴です。神聖なる源からの創造の過程で、彼らは創造の瞬間には子供であり、その後学びと力を通じて成長し、成熟した大人の体が彼らの自然な存在状態と力の源となりました。何百万年もの時間を経て、彼らカマエスクは唯一無二の愛として彼らに授けられた創造的な力によって生き続けてきました。彼らは木々や山々、そして鮮やかな色に変化し、死ぬことなく朽ちることもない自然を深く楽しんでいます。さらに彼らの生活の中には様々な色彩を持つ果物や野菜、そして栄養豊富な植物があり、これらは日々摘まれ食事として楽しまれています。カマエスクの人々は様々な種類の動物たちと共に生活を楽しんでいます。彼らは自然界のすべて、そして動物たちとテレパシーによる深いつながりを持っており、その結果として飛行する鳥たちが彼らの主要な移動手段となっています。ラベンダー色、黄色、ターコイズ色の美しい鳥たちはそれぞれ名前が付けられています。そして彼らの助けが必要となる時には、各カマエスクの人々は優しく鳥の背中に乗り、鳥たちは大きな翼を広げてその場を離れます。これは愛と美しさが一体となった瞬間です。さらに彼らの世界には青、銀、白の3色を持つ虎、
そしてパンダに似た小さな毛皮の生物であるメックも存在します。このように光の中で無限に生き続ける全ての魂との間には深い結びつきと強い愛情が存在します。彼らの住居は周囲の自然の美麗さを巧みに活用して構築され、その堅牢さと色彩豊かさが特徴です。木材の断片がカラフルな葉と花で編み込まれ、採取後もしなやかさと生命力を保ったまま家の芸術的なデザインを形成します。またラベンダー色やオレンジ色の木から作られた階段が頻繁に変えられる壮麗な家屋を一層引き立てます。青々とした植物や大きな金色の岩、カラフルなクリスタルが床や壁に配され、生き生きとしたエネルギーを住居に与えています。カマエスクの人々は大量の液体クリスタルに浸かることを楽しみとしています。また彼らは虹色に輝く銀の山を登り、その頂から自身の体を飛ばすという動きを楽しんでいます。彼らはゲームを楽しんだり、美しい絵を描いたり、クリスタル製のドラムや自然から取り出した多種多様な楽器を鳴らすことで遊びます。これらの楽器は一度触れると音色とともに色彩を放ち、感覚を喚起します。実際これはまさに楽園のような星であり、地球が大規模な変容に向かって進むこの時期にその存在を尊重し敬意を表すことが求められます。カマエスクの人々は絶えず変化する地球の動向を密に追い続けています。彼らはあなたが光の中に出会う際の祝賀行事、すなわちシーンに参加します。そして彼らが自身の家へと戻るとき、あなたは彼らが永遠にあなたの友人であることを理解するでしょう。カマエの住人で善と平和を追求する彼らは、その人数と役職のレベルを増やしていきます。多くの者がこれまでのジュニアな立場を卒業し、銀河連合のさらなる拡大の中で他の種族を指導し訓練する役割を全うします。銀河連合の目指すところは宇宙全体の種族を光の中で結びつけることです。銀河文明は集団意識、光、そして一体となった精神を通じて常に平和を追求します。あなたは光の交響曲の一部であり、互いに調和をなす一つの音色を忘れていました。しかし記憶の層を重ねる中で、あなたは自己の内側に秘められた光の本質へと近づいています。何があっても絶対に諦めないでください。あなたが待ち受けているのは唯一無二の美しさだけです。エンイーキーマイイヤ、私たちはあなたを心から愛しています。プレアデスのラーカより。Thank you.